1番サラ・アビトボル、ステファン・ベルナディス組、フランス。 Number 1 representing France, Sarah Abitbol and Stefan Bernadis。フランスのサラ・アビトボル、ステファン・ベルナディスのペアです。おととしのシーズンフランス大会見事優勝、今シーズンはドイツ大会で優勝、そして NHK 杯では第2位でした。日本を意識しました。曲は忍者です。まずはソロジャンプ。ショートプログラムペアは2分40秒で8つの要素をクリアしなければいけません。ダブルツイストリフト、女性を投げるスロージャンプ、スローイングトリプルループ。ちょっと手をつきました。スパイラルステップシークエンスです。ハンドトゥーハンドのリフト、このペアはスロージャンプを得意にしているペアです。女性の滑る足がバックアウトサイドエッジのデススパイラルです。最後は工夫された演技で終えました。フランス、サラ・アビトボル、ステファン・ベルナディス。ソロジャンプでちょっと乱れがありましたが、そうですね、ソロジャンプで女性がちょっとオーバーターンをしてしまったりとかですね、はい、スローイングジャンプで、やはり、まあ、ステップアウトっていうんですけども、着氷が完全でなかったり、まあ、ただいまほんの少しずつと言いながらですね、やはりここですね、ここですね、女性がここでパッと着氷体勢が取れなかったわけですね。はい、今度はスロージャンプ、これはお得意ですがどうですか。これはですね、やはり着氷してから手をついてますね、ジャンプ、スロージャンプで乱れがありました。今度はリフトです。これは手と手をつないだ状態から持ち上げるという規定がありまして、はい、空中での姿勢は非常に綺麗だと思います。練習では男性のベルナディスがジャンプでちょっとミスをするというケースが目立っていたんですが、スロージャンプそしてソロジャンプでアビトボルの方が手をついてしまいました。まあ、最初 のソロジャンプの減点がだいたい 0.2 で、はい、その後のスロージャンプのですね、減点が 0.1 から 0.2 ということでですね、ほんの少しずつ減点されてしまうという状態だと思います。
彼女たちは98年から99年のシーズンに女性を投げるスロージャンプでトリプルアクセルにトライをして、ヨーロッパ選手権では彼女が降りた後転倒してしまったというシーンがありました。まあ、しかし曲で忍者というのはやはりこのファイナル日本での開催というのを意識したんでしょうね。そうですね。でやはりその振り付けですね、はい、演技 その振り付けなんかも非常に、ね、凝っていて面白かったと思いますね。そうでしたね。はい、まもなく2人の得点が出ます。まずリクワイアードエレメンツ、要求される要素点です。8つの要素とお伝えしました。この中にはオーバーヘッドリフトですとかツイストリフトですとかソロジャンプですとかソロスピンですとかいろいろな要素があります。下がプレゼンテーション、表現点です。まず第1組、フランスのアビトボル・ベルナディスでした。